偶然や失敗から生まれた発明品3選、コーラ、ジョン・ペンバートンという薬剤師の方が頭痛薬を作る過程で偶然発見しました。その薬にはコカの葉とコーラの実が必要なのですが、助手さんがこの2つを間違って炭酸水に入れてしまったことからコーラは誕生したようです。コーンフレーク、医師の弟の助手をしていたウィルキースケロックさん、彼はある日誤って患者さん用の薄いパン生地を乾燥させてしまいました。弟さんはこれを捨てるのはもったいないと言い、カリカリに焼いた後砕いて患者さんに提供すると、患者さんたちの間で大好評となったそうです。ポテトチップス、昔々料理人のジョージクラムさんの元に今でいうクレーマーがやってきます。フライドポテトがカリカリじゃないとのこと。ジョージさんは何度もポテトを揚げ直しますが、クレーマーは納得しない様子。とうとうブチギレたジョージさんはポテトを限りなく薄くスライスし、高温でカリッと揚げるとクレーマーは大喜び。これがポテトチップスの誕生と言われております。みんなも知ってる偶然や失敗から生まれた発明品があったらコメントで教えてね。